その作り方もあるの。はい、あの器具は専用の器具がありまして、確かにこれ豪快だね。はっ、しまった。しっかり三分の一になる。一人で全部なんて。三分の一はできません、お兄さん。一人で全部なんて難しいね。はい、そうですね。若い人はかき揚げ丼にして召し上がる人いますけど、うん、食べれる人もいなければいますけど、残して帰る人もいます。いやー、このかき揚げ丼はボリュームがすごいことになりそうだから。その加減も、ね、もし食べきれなかったらお持ち帰りしていただいているというのがありますけど、焼きそばや菜炒めの天かすの代わりに使ってもらえる揚げ玉で、はい先生、お一人様に天つゆの代わりにできますので、はいはいはい、